フィッシュテール。あれフィッシュテール。あ、フィッシュテール。あ、ごめんなさい。言いますよね。ちょっとティッシュテールって下ネタじゃないですか。やめてください。そうね。餌を与えんだよ。やめてください。はい。テーマはペルシャ猫を多頭買いしている人です。ポイントはここはぱっくり開いていてギリ自傷行為が見えないところです。かわいい。あとこのリボンが猫が遊ぶのにちょうどいいかなと思って。猫がいる人そんな意識してるあとはそうですね、あのゆったりしてるので、私172センチあって結構巨体なんですけど、巨体の女も消えるというところです。ごめんなさい、タンが絡んじゃった。もう無理やわ、来るまですらタン絡むやつ。もう AV の出たてやけどどうしても言いたいことが、これはメゾンスペシャルという私が好きなブランドで、すごくあのスタッフの皆さんも尊敬しているので、一生提供お待ちしてます。そうだ、言っとか、言うとか。あ、小芝居、中野小劇場って言いました。あの東京の劇場です。テーマは汚れです。ポイントは錦鯉さんのとハードコアチョコレートのコラボの T シャツで、かわいい。何がおすすめかというと、グッズティーを着ているとちょっと言い訳ができるというか、なんかあんまり力んでませんよっていうのがすごくアピールできるので、グッティをよく着てます。でこれはあのマウジーです。で私マウジーすごい好きで、あのスタッフさんとかもすごい尊敬してるので、あの衣装提供お待ちしてます。マウジー私持ってる。マウジーさん、やめてください。石原さんのマウジーと私のマウジー、マウジーさんがほんまに好きやったら書きたれっていうテーマをやめてください。やめマウジーええねん、かわいい。サイズもええねん、確かに。優しいな、ゆったりしてて。あとこれ張りがあって、あの洗濯してもシワにならなくて、アイロンもしなくていいのですごく好きです。めっちゃいい、めっちゃいいよ。はい、お、書き足れた。言うなんて。川村はそのことはちょっとあかん。テーマは昼は上司のお茶入れて、夜は彼氏に入れられてです。やめたやん。彼の趣味で部屋で着せられてる女性をイメージしました。どうだ、OL さん映画、 OL さん映画、 OL さん映画。ポイントとかある？ポイントは初任給で買ったであろうプラダの2人で、ぽいぽい、かわいい。ちょっと笑いこらえるってなんだね。このシャツがすごいシワにならなくて、あいつシワにならない。シワだけを気にしてる。すごいですね。あの川村ミックと単独ライブをやった時に、おソロで買った衣装、制服の、はい、風俗店とかが多分使用するであろう制服の、あのブランドみたいな、その一式買ったんですけど、それについてたシャツをもう3年ぐらいずっと着てます。2セット2000円で。なんか質問はないですね。ないわ、ないわ、ないわ、ないわ。どういう質問ね。ちょっとびっくりつかささんもああいうベスト着てはる。衣装大将びっくりつかささんのベストとは私マジシャン。ごめんなさい、ここにちょっと白い染みついてました。あ、汚い、汚い。もうやめろや、やめろや。ダメだ、やめろや。デート服でもあり、平場の服でもあるコーデです。平場って、平場デート以外平場って呼ぶ。ポイントは、先ほどブルマさんが着たやつと全く同じ、テンスト全然ちゃうから制服のシャツです。もともとは、女子高生の、あの制服のシャツ
だったものを、平場でも着ております。コント衣装から平場の衣装に着替えるときにすごく便利だからです。あとこれはすごい長いこと履いてます。確かイングだったと思います。イングの方ぜひよろしくお願いします。6、7年ぐらい履いております。イングさん喜ぶ、はい、よろしくお願いします。物持ち、物持ち、ありがとうございます。でもデート一番のやっぱ勝負服でもあるってこと。はい、デート服でもいけるなっていうのもありまして、スカートめっちゃ可愛い、後ろ長い、うん、フィッシュテールになっておりまして。フィッシュテール、あれフィッシュテール、あフィッシュテール、あごめんなさい、言いますよね、ちょっとティッシュテールって下ネタじゃない、私やめてください、朝を与えんだよ、言ってください、はい、うん、このイメージがあるな、ありがとうございます。あ、そうだね、やっぱこういう、はい、これがほんまの平場の靴下まで変える、はい、こちらは今の何も、何だこっちは音声さんにベルトいるか聞かれるコーデです。大丈夫です、大丈夫です。なんで大丈夫なの、仕事でしか服を買わないんですよ、私服、ポイントは結構あのでもどこのやつですかってよくお客さんに聞かれるんで言います。あのセンスオブプレイスさんで買いました。はい、高くもなく安くもない、いい感じ、ちょっといい褒め方を清楚で、あのお洋服もふけあのなんていうんですか、透けないのですごく便利です。なんか透けないっていう、うん、どこにベルトいるでしょ、それ。あ、でも中にズボン履いてるんで大丈夫です。ああ、はい、あるあるやな、はい、でもここにかけたこともあります。ここにかけることもできます。はい、ぜひ、かわいい、ありがとうございます。3着目です。テーマはスナイパーです。なんで最近まで私服こんな感じやったんですけど、友達に街でばったり会った時にスナイパーやんって言われたので、そっから着ないようにしてます。傷ついたいんだ。いや本当にピンクの私服はこれです。マジで、夏はこれに白い T シャツか黒い T シャツで髪を下ろしてるんで、なんか本当に、違うわ、ブルは違う、違う。ビザに出てるけどおるって感じ。そんな感じやったかね、はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか思ってたのとちゃうかって。いや、本当だ、本気なの、本気のやつ、本気ですよ、はい、一番違うやつ、一番ふざけてますよ。そうやね、いや勝負の服ですよね。そうや、はい、本番の服。違う意味の、あっちの本番の服。いやでも月月さん本当服が好きなんだなっていう。石原さんでもほんまにそうやな、めっちゃ好きやから今日ほんまワクワクしてきた。3つ目のチョイスがそれやからさ、もうやめていけどさ、こういうエンディングって大体華やかな感じ、多分終わるんやけど、ごめんごめん、そうや、3つ目のチョイス間違えた、キャンペーンの T シャツ。もうここ最近で死ぬほど笑って。いやもうそんなにやろ、別に見てたらハンペン感ないやろ、だって言われたら分からない、ハンペン感はない、まあでも今ハンペンまで見えるで後ろを読みたらあの漢字でもハンペン書いてます。そうやね、書いてます。なんか私も相まって本当お笑いライブのエンディングになりました。でもネタ終わりの。そうやね。そしたら漫才かな。殺したらコントやろな。あとあるな、ルックブックを撮っちゃうかったよな。いやでもちょっとこれはね、はい、あの編集で多分おしゃれな感じ。そう、これはもうここにお願いします。もらいましょう。はい。はい、もうこれだからみんなに参考にしてもらえるような感じです。そう。はい、はい、きっとどこかにあったはずです、参考できるところで、はいはい、ね、あの衣装提供、はい、お願いします。言うわ言うわ。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。